はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、クーダを使っていくということでね、クーダってね、なんか馬みたいな意味っぽいんですけど、お、途中参加か。お、クーダくんはいていた。クーダくんね、本当になかなかよくできた武器だよね。初期武器ってのもまあ素敵だけど、まあなかなか使いやすい武器だよねっていう。まあ BO でいう MP5 のクルツっぽいよね、なんか。そんなに超高い、高いレートじゃないんだけど、お、クーダだ。弾が回収できた。まあまあ、使いやすい。おお、サイス先生。偶然のヘッドショット。サイス先生への偶然のヘッドショットね。ロボットに頭とかいらないんじゃね？つうか、知らないけど。まあ、どんなロボットにするかによるけど。おお、ほとんど外さない。まあ、言うて50%ぐらいしか当たってないんだろうけど。12発。12発撃ったから、まあ、半分当たったとして6発当たって、まあ、やっぱ50%はないんだろうね。6発も当たらないとやれない距離もないからね。もう、なんだなんだ、何やっている味方。おお、マジっすか、先生。マジっすか、そんな絶対やられるから。しかも、ラピッドファイヤーだけしかつけてないって、そんなことあるんだね。ラピファつけるの大変だろうに。お、こいつ放置だ。放置野郎だ。動き出した。おお、いて。ああ、痛かった。イエローサイト見やすいよね。よいしょ。おお、マジっすか。満身が、超ガン見されてた。あれはファロのサイトだな、今のは。いるのか、いるのか。もうぶっ殺されたか、撃ってみたら。いいビルだ。ファロー、あ、やっぱファロー落ちてたか。どれどれ。どれどれ。おお、わし。最後はパンチ。あれだね、アクション映画だね。最後はパンチ。結局最後ナイフじゃんみたいな。アクション映画だな、みたいな。ほらー。よし。あいつ絶対焦ったんだろうな。焦らなかったら絶対やられてた。おお、どうしたどうした。味方やったか。やっちまったか、敵を。おお、危ねえ。危ねえ。壁走り勝った。壁走りに勝ったで、俺は。言うて、あと、ワンマガとちょいしかないな。おお、危ねえ、危ねえ、危ねえ。びっくりした。びっくりさせんだよ。ちょっと銃を回収しよう。なんか、この銃さっき拾って、またさ、さっき死んだからさ、本当嫌だよね。なんか一種呪いみたいなものを感じるわ。まあそういうの信じてないけどさ。お、いる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 。危ない危ない危ない危ねえ。UAV 100個。そっちか。そういう感じか。ちょっと一人孤立してるやつを殺したいんだけどな。無理そうだね。移動が早くてやばい。おお、サイス先生。お、こじれた。こじれた。こじれたぜ。ちょっとここで角待ち。おお、バレた。マジっすか。バレたというか、こっちが気づけなかったのか。ウォーマシーン使うタイミングがちょっとあんまり見出せないよ。いるね。おーしょー。ふう、あいつが気づくのが遅れたからな。おー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 、これはやばいんじゃないか？これはどうする？ウォーマシーン行くか？どうする？おー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 、危ない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 、死んだ。逃げ切れなかった。もうちょっと高速で移動しろよ。まあ、死ねえけど。いるのか？いるのか？いないね。シュー。シャン。マジかよ。味方湧いちゃったよ、これ。想定の範囲外だわ。マジっすか？みたいな。ウォーマシーン。これジャンプしろ、ジャンプしろ、ほら。トリップマインをぶっ壊す。贅沢。贅沢だね、トリップマインを。グレポンで壊す。お、なんだなんだ。なんだよ、俺の獲物が。俺の獲物が。ほら。ほら。おい。1キルしかできなかった。大マジ耐える。おお、なに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 。後ろ？後ろか。あ、どうしたどうした。味方が死んだか、1人。尊い命が失われたか。尊い命とは何だって話だよね。尊い命があるな。尊くない命もあるな。おかしいな。まあいいや。なんとも言えない問題だね、それは。いないね。敵さんはどういう感じ。どういう感じでとか言ったら、壁走ってきた敵。壁は、敵が壁走、ああ！マジっすか。運命だね。避けられない運命だわ。フェイトだ、フェイト。フェイトブリンガーだ。フェイトブリンガーがあったね。おお、荒ぶった荒ぶった、パンチ。残念、パンチすればやれるということを知っている。危ない危ない危ない、いろんな方向が、被害があっちもいたぞ、今。ああ、来た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 来
クーダ。
俺もクーダ。クーダだよね、クーダ。クーダ、クーダとクーダ。よくわかんねえわ。そもそもなんて言うんだろうね、ほんと。クーダ何なんだろうね。馬、馬っぽいんだけどさ。ググったところ馬、馬っぽかったんだよな。でもクーダって馬、馬聞いたことないもんな、人生で。まあ何でもいいや。何でもいいのかよって言って。ちょっといそうなんだよね。走ってる気配がする。いそう、いそう、いそうなんだよな。いた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 。よいしょ。イエーイ、ボーマシン来た。ボーマシン使うか、もうな。全然あれだし。もうあと、ポイント、味方。ミニマップ見とけばよかった。お？味方、味方、こいつが撃た、後ろから撃たれて死んだりとかする。おお、ね。危ない危ない危ない。おい、ダブルキル。かが知れたダブルキル。こっち。おお、なんだなんだ、俺のケアパッケージ取られるのか。なんだなんだ、頭出しか。おお、そっち移動する。移動する。移動する。ちょっとフリー、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 フリー。出てきたのが悪い。おお、CUAV だ。こっち。来るな、来るな、来るな、これ。これ勝ったー。さあ、おお、24キロ6です。頑張った、俺。これ動画だわ。イエーイっていうね。よいしょ、カウンター UAV を回収し、ポチッと押して、リロードして、どれどれ来るのか来たー。命中率めっちゃ高いんだよね。多分ほとんど外れてないと思うんだよね。弾抜けはあるのかもしれないけど、ね。クーダ君ね、まあ確かに大変使いやすい武器なので、ぜひね、まあ初期武器だからね、みんな使ったことあるかと思いますけどね、ぜひまた。クーダ君改めて使ってみていただければということですね。はい。ということでね、この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中野人ゲーミング、中野人でした。